ありがとう。隣の芝刈りさん、僕たちはあなたのことは忘れない。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。芝刈りマシーンことリュウです。さあ本日なんですが、隣の芝刈りさんがね、先日のリミットレギュレーションの発表により純制限になることが決定しました。3枚使えるのは今しかねえということで、隣の芝刈りを3枚ぶち込んだデッキを記念に作ってきました。作ってきたというか、これ実は裏事情を話すと、動画にしようと思って、動画撮ってやって編集まだ全然してなかったんですけども、なんか編集もた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 してたら純制限になっちゃったっていうなんかドヤ顔で追悼デッキとか言ってますけど、もともと追悼になるの知らなくて組んだらなんか追悼になっちゃったっていうね、悲しみを背負ったデッキなんですよこれ。はい。で、今回何していくかっていうとですね、芝を買って、まあ世界を終わらせるのはまあもちろんなんですけども、芝買って楽園と捕食混ぜまして、これ落ちたら強いカードってなんか探したら植物にもいたんですよね、プレータープランツビブルスプっていうモンスター。はい。これ墓地を送られると捕食植物持ってこれるし、カウンターが置かれているモンスターがいると出てこれるってことで、これ結構墓地落ちたら強いんですけども、まあ、これを使ってね、その捕食植物と、なんだ、アルベルデスピアンとビブルスプ両方とも落として、捕食植物とアルベル両方ともサチよっていうね、まあ、そういう、まあ、発想のもとに生まれたデッキですね。はい。で、闇属性めちゃくちゃ多いんで、まあ、闇の誘惑とかも相性がいいですし、闇の誘惑は一応ね、デスピアンとのコンボとかもできますし、普通にデッキ掘ることもできるんで、まあ、こういう、まあ、カードたちを使って、頑張って芝刈りを引いて、で、芝刈り打って、まあ、いっぱいアドバンテージを稼ごうと。まあ、もちろん白雪とかも入ってますからね。楽園融合で白雪、ぶち込んで落としたりとか、自分の墓地からいろいろね、そのメルクーリエ除外して剣で拾ったりとか、まあ、こういう動きがいろいろできるんでね、結構楽しい出来になってるんじゃないかなというふうに思っております。動かし方はまあ基本的には捕食楽園デッキなんで、まあ、あんま解説ってことは今更ないかなという気はするんですけども、まあ、一応基本的には楽園融合を打っていきましょう。植物経由して、アンブロメルデスとかね経由して楽園融合を打っていくっていうのは基本なんですけども、そこに、まあ、芝刈りをまあ、ぶち込んで、まあ、白雪とか、上振れをね、狙っていこう、みたいな感じの構築になっております。はい。早速、追悼デッキ、回していきましょう。ありがとう。隣の芝刈りさん。純制限だから、まだ使うかもしれないけどね。デュエル3倍。はい、芝刈り来たー。はい、芝刈り来たー。大封印のゴイスからいきまーす。なんかありますね。わかんないですね。これ封印の合室のエフェクトちょっとうるさくて、なんか相手が誘発あるかとかよくわからない。どうしたらいい。悲劇のデスペアの効果優先権は映るね。なんかあるな。なるほど。何らかの誘発系のカードあるというか、一旦闇誘撃つサンドラかもしんないよ。サンダードラゴンかもしんないよ。裏だった方がいいんじゃない。撃たねえのかよあいつ。やるな。ここで打たないとなると、ここで打たないとなるともうないか。相手かますか。いけおれはい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 、いいですね、いいですよ。ビブリスプ落ちた、ビブリスプ落ちてー。さあ相手ちょ考えてますね。なんかあるんだよな。増殖するチーか。さすがにこんだけ打たないの意味わかんねえもんな。さすがに増殖してるGか。ああ、結構いろいろ落ちてんね。うららはなさそうな気するんで、とりあえずアレベルを召喚して効果を発動して。ああやべえ、全然頭に入ってなかった。それか。じゃ、うららだ。なるほど。そいつか。そいつか、そいつか。俺全然気づかなかった。そうか、チェーンピン、そいつか、ゾウジーじゃねえか。そうか、そうか、ゾウジーはいつも全部にチェーンするもんだ。そうだよ。なるほど、なるほど、なるほど。楽園融合もう1枚しかなかったら、あっぶねえな。まあ、あっぶねえっていうか、まあ、さっき断罪落としてたから、まあ、あんま関係ないけど、断罪、まあ、断罪ちなみに墓地落ちてるとね、一応回収できるんで、まあ、最悪なんか楽園融合全落ちとかしてるんです。これで回収できるっていう動きがあるんですけども、まあ、とりあえず楽園融合打って、まあ、アルビオンですね。はい。で、ロマリンと、アルバスで、これでガンマケア。アルビオン効果チェーン1、チェーン2ロマリン効果、
さあガンマケアさあどうする、ロマリンの他も購入するか。なるほど、通していただける、通していただける。墓地を送るのはここで、無限にケアしよう。無限ガンマケアのちょっと必殺技見せますね。ここでルベリオンチェーン1 これ出せるかな、これビブリスプだ、ビブリスプで、メルクーリエ除外されたから、なんかアルバス系のモンスター持ってこれるよ、効果チェーン2 OK でここでもガンマは特殊召喚はできないで、メルクーリエ効果でアルビオンかな、でルベリオン効果でさっき除外しておいた、あ、じゃあ墓地を落としておいたこいつを戻すことによってミラジェイドを爆弾させていく。開幕もしっかりと落ちている、縦でいい、破壊耐性もある、最強すぎる。やはり芝刈りは最強、やはり芝刈りというカードは採用。そして自分の墓地の楽園の剣の効果を発動、剣を除外してメルクーリエを回収。さあこれで効果無効も飛ばすことができた。さらにアルビオンの効果を発動、楽園系のカードを1枚墓地に送りながら自分をデッキに戻してカードを1枚ドローする効果。この1枚ドローも結構強い時あるんだけどな。さあどうする、ここにガンマ打つかもうここにガンマあまりにも遅いけどな。あ、打てないか。はいはい、ガンマはちなみにターン1ないんでね、打てはするんですけど、とりあえずスプリガンズキットで何らかのカードをサーチしたいんですけど、なんかありますかと。ワンドローしたらこの血ばかりは戻しちゃおう。で、スプリガンズキット効果、ここ打ってきそうだな、ガンマ。わかんねえけど。あ、打ってくるか、なるほどね。オッケー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 。了解。まあ、それは普通に無効とか意味ないから、まあ、出てきてもらって、スプリガンズキット爆破されて、はいはいはい。まあ、ここはね、ただのおとりみたいなもんなんで、おとり操作なんで、はい。でですね、とりあえず、ブフォリキュラで融合しに行きましょう。ヒエドロモンスターで融合だ。で、ドラゴスタピラの強いですね。融合モンスターと闇属性で融合する。で、ドラゴニックスタペリア出して、これでカウンターを置けるという最強の効果も、発動できるし、効果も無効にできる。で、楽園断罪で、墓地の楽園を回収して、で、セットして、で、これでエンドですね。俺、楽園追放まだ落ちてないですもんね。なんで、これエンドフェーズにアルビオンの効果発動して、楽園追放もついでにセットして、強すぎて草。絶対勝てんだろ、相手これ。絶対勝てんと見た。赤、追放、スタペリア、ミラジェイド、メルクーリーです。で、あれね、リソースはたんまり墓地に押してますんでね。はい。またまた、こっから展開していくこともできると。これはかわいそうになってくるぜ。お、バックーヤちゃんじゃないですか。おはようございます。はい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 。こんだけ妨害やったらさすがにいける。さすがに一回ドラゴンスタペリアで。スタペリア効果で、おー、60秒しかない。で、バクヤの効果を無効にしていく。はい。はい、遊園ありますかと。で、レベル1になるからね、投函結局出ても結構厳しいですよ、これ。さあ、この圧倒的な。まあ、そうなるわな。まあ、そうなりますわな。こうなりますわ。久しぶりにこのゴーストリックのフィールドを使ってるんですけど、このゴーストリックのフィールド、なかなかね、僕気に入ってたんですけど、最近もうミュートリア進化研究所しか使ってなくてね。アルベロン、ミラーか。ミラーは手数の勝負になる。まあ、楽園融合にうらら打つけどさ、当たり前に。これが取るかどうか問題なんですよね。まあ、ここうらら通ったら相当有利。さあ、来い、来い、行け！春うらら、発動！あ、はい。すいませんでした。いや、でも、芝刈りあるからなんとかなんだろう。なんか手数でご両せればいけそうな気がするぞ。しかもなんか、闇の誘惑からの、悲劇のデスピアのコンボもできるじゃん。これ、なんか相当強いハンドルなんだけど、あと相手の赤の楽園とかも止めれるし、
破壊になるから、まあ、ミラーに対しては結構なんか高校では合格点の反動でしょこれ、はい、でデスピアンとアルバスね、あいつものやつね、オッケー。こんななんか普通の楽園に負けてらんねえよな。こっちは上振れ大聖剣みたいなデッキ使ってんだからよ上振れ大聖剣みたいなデッキ使ってんだから負けなきゃいかねえな。楽園開幕か。なるほど、破壊耐性が1回あるってことね。破壊耐性さ1回あるけどさ、まあ、言うてそんなに破壊ぶっ飛ばすことはなさそうな気するな。まあ、結構モンスター効果でひたすらに除外していったりすることが多いと思うのであんま関係ない。アドリブに向かうのミラジェイド、あーなるほどね、赤の楽園をセットしに来るスタイルね。オッケー、まあ、一応そのエフェクトベイラーケアでエンドフェーズにやった方が良かったりするんだけど、まあ、あんま関係ないか今は。で赤と何かセットね、了解。何がセットされる、アルビオンでミラジェイドは今効果発動できないな。赤の楽園オッケー、オッケーだろ。あれは墓穴が結構効くな。これ脳妨害じゃねえか。じゃあ妨害ないんじゃないか相手。とりあえず闇の誘惑打つわ。闇の誘惑、うらら打たれねえか。もううらら打たれねえわ冷静に考えたら。だってあいつ墓穴してるもん。ってことは逆に言うと芝刈りも楽融合も絶対に通るという話はある。とりあえずアルベル持ってくる。で楽融合がもう引けてるからこれさすがに芝刈りでいいね。芝刈ってひたすらに墓地を肥やしていく。ゴープルーイン。あ、何も起きねえあれ何も起きねえあれビブレスポ落ちなかった。あ、そう、あ、そう、あ、そう、あ、そうじゃあ、あんま強くねえ、あんま強くねえ、この落ち方しょうがねえか。ちょっとアルベル召喚で、効果発動をで、楽園カード持ってくるよ、効果。なるほど。で、ここは赤ですかね。回収はさすがにいっぱい落ちてるんで、レスピアとかが。で、さすがに後ろ触りに行くのが先かな、これ。ちょっと一回気前で出しに行くか。無限コイをケアして、一応ちょっと縦でつけケアしながら、こっち。さあ、どうする?増字。いやー、ここ墓穴打つよね。でもさすがに赤の楽園はしょうがないか。赤の楽園からのミラジード復活、難しいところですが、まあここに打った方がいいですね。さすがにドローされてワンキル取れなかったらやばいんで、スルーしてワンキル取りに行くのも結構あるっちゃあるけど、まあ、ちょっと一応ね、一応無効にしといて赤の楽園で回収さ、まあ、だどうだろうな、今。普通に、墓穴本当でもよかったほしいんだよな。まあ、いいや。ここ、キマイラ出していく。相手赤の楽園使ってこないね。相手赤の楽園使ってこないっていうことは、これ破壊されちゃうといいのかな。これ俺赤ぶち抜けるよ。これ相手遅いんじゃない?あと一回、遅いでしょ、それ。それちょっとタイミング遅いの出ます。出てきたモンスター吹き飛ばせるもんね、これね。デスピアンでしょ、はいはいはい。まあ、これキマイラだろうとなんだろうと大丈夫で、はい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 、キマイラ来た、キマイラちゃん来た。2枚ドローして1枚破壊する。あの伏せカードを1枚破壊しておこう。一応芝刈りかぶるな、よく。超融合、あぶねえ。あぶねえ。めちゃめちゃあぶねえカード入ってんじゃん。で、悲劇のデスピアンと、ガーディアンキマイラ、あ、アドリビウムか。アドリビウムの効果。はい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 、オッケーです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 。いや、まあ全然問題ないんじゃないか。まあ、相手が何展開してきたところで、大丈夫だと思われる。ミラジェイド。あいつは効果が発動できるが、はいはい、キマイラ効果で開幕は使った方がいいね。アタッカーは残しておいた方が無難で、楽園融合
まあ、うららも増殖するチームも両方ともこれ破壊されてるんで、あんま何も何引かれてもそんな困んないですね。で、ロマリンの方がアドバンテージ稼ぎそうだね。さすがにビビルスプが落とせるから、アルビオン出しに行く。で、アルビオン効果チェーン1。で、チェーンにロマリン。あとはあいつ引き倒しにいけんだよな、多分。キマイラは打点じゃ抜けないからミラジェイドでなんとかするしかなくて、ビブルスプでしょ。アルビオンでここでルベリオンで、チェーン1ルベリオン効果手札これで、チェーン2ビブリスプ効果でサーチ入れますよ。で、チェーン3メルクーリエで除外されたんでアルバスケ持ってこれますよ。剣効果発動した方がやったか。まあ、いいや。アルビオン持ってきます。で、ブフォリキュラ持ってきます。ルベリオン効果で融合します。くしくも同じ構えだな、坊や。坊や、くしくも同じ構えだ。いけ飛剣竜ミラジェイドさあ、どうする？自分の墓地に存在する剣の効果を発動するぞ。さあ、剣の効果でメルクーリエちゃんを回収したいな。どう？メカ持つ。ああ、許されない。なるほど。アルベル激横ね。アルベルじゃねえ、アルバス。アルバス激横。じゃあ、俺も激横。ミラージェイド効果。アルビオンを墓地に送って、相手のフィールドのモンスター1体をゲームから除外する。1体しか除外できないから。いや、これね、ここなんですよ。つまり。そうすると、ミラジェイドが、まあ、打点で抜かれてるからガーディ、あ、まあ、そうだよね。そうなるよね。そうなる。で、メルクーリエ帰ってくる。で、ブフォリキュラ、ペンデラムテールのセッティング。トリアンディス、ペンデラムテールのセッティング。で、このペンデラムスケールはちなみに、フィールドのモンスターとして融合することができるというなんか謎の最強効果を持っています。で、開幕で破壊耐性をつけながら、あ、追放が来た。OK。で、ペンデラム召喚、草。ペンデラムする必要ねえか。効果発動。ブフォリキュラとトリアンティス、フィールドのモンス闇属性モンスター2体で融合召喚。現れろ。融合召喚条件は、フィールドの闇属性モンスター2体、スターブルム、フュージョンドラゴン融合召喚成功時の効果。チェーン1。チェーン2。ウフォリキュラの効果。カウンターをばらまくという効果。さらに、チェーン3。トリアンティスの効果。めちゃめちゃにカウンターをばらまきまくるとかいう効果を発動。ここ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 。あ、これ無理だ。で、ウフォリキュラの効果で、トリアンティスを回収し、そして、攻撃の吸収、うおつースプリガンズキット特殊召喚するぜ。スプリガンズキット特殊召喚し、楽園系のマジックトラップカード1枚を回収。さらに手札を1枚デッキに戻すという効果。やばい、残り60秒しかない。赤の楽園を回収。いらないのはトリアンティス。あのミラジェードってさ、融合召喚してないよね。あれ戻ってきたじゃない、バトルフェーズ。さすがに勝ったか。てかワンキルかこれ。はい。はい。オーケー。オーケー。強すぎー。このデッキ最強だわ。対戦ありがとうございました。つえつえ。おい、芝刈りも来た。闇湯も来た。いや、これはワンチュ、いや、楽融合もある。いや、結構まくり手札としてはかなり、割烹ベース。なに？なに？強欲なズボやめろ、お前。ま、自分だけ強欲なズボやめろ。採用タクマみたいなことしやがって。増援。くっそ、あの野郎。うっとうしいな。強欲なズボ自分だけ使って増援でエクスパラディンだと。絶対に許さねえ。エクスパラディン。はい。やばいですね。初動が強いですよ。何にもないですよ、これ。あー、やばいですね。
ヨートリナルドは結構やばいな。これあれか、ターンスキップタイプのやつか。おいお前、さては俺にターンよこさない気だな。ヨート滝滅いいだろう。マジターンよこさないデッキ、ちょっと誘発ないとさすがに勝てない。何アナコンだ。なるほど、なんかそんなに展開伸びないやつですこれ。ヨート滝滅、お前そんな反動あるのに。黄金色、あ、そっちタイプか。これあれか、あー、そういうこと。異常にドローしてくる、もしかしてこれ。異常なまでのドローしてくるやつ。カップオブエースだけ、レッドアイズフュージョン。え、もう特殊召喚できんや。ジルドラス、なに、メテオブラック、流星竜メテオブラックドラゴン。彼は誰一人使っていないと言われているレッドアイズ融合モンスターじゃないですか。黄金色の竹別、やばい、なんかやばい動きしてる。引きすぎ引きすぎ、カード引きすぎ、やばいぞこれ。あれか、レッドアイズトラップカードめちゃくちゃセットされるやつか。いや、まさかな、ドンサウザンとの契約いった。やばいカード見えてる、やばいか、やばい、3500バーもやばい、いったいった、左腕の代償なにクソゲーやめろ。